近畿地方はこの週末お出かけ日和になりそうですよ。ただし気温変動が激しく、服装や体調管理に注意が必要です。週間予報でこの先のお天気見てみますと、土日は各地ともおおむね晴れて雨の心配はありません。気になる黄砂に関してもこの週末は飛ぶ可能性は少ないため、洗濯日和にもなってくれそうです。ただしポイントは気温。土曜日の予想気温を見てみますと、最低気温は各地で10度前後まで下がり、また日中も冷たい北風が吹くため、最高気温は20度を超えず、日中も日陰などではひんやりと感じられそうです。日曜日は大阪を例にすると最高気温は22度と、日中は過ごしやすい気温まで上がりますが、朝晩との気温差がさらに大きくなります。というわけで、土曜日は日中も冷たい北風に備えて風を通しにくい上着があると安心、日曜日は1日の気温差大きくなりますので脱ぎ着しやすい服装の方が良さそうですね。またこの寒さは来週の前半にかけても続きますので、来週の前半にかけては服装、体調管理に十分ご注意ください。